い、どうもこんにちは。スロプロ YouTuber のキツネです。今回は設定カンパについてと、イベントじゃない時の設定狙いの注意点、設定カンパの精度を上げるやり方を説明していきたいと思います。この話はイベント狙いだとしても癖のないイベントでの設定狙いや通常営業などの設定狙いの時の話で、他の台とか消去法で判断できない時の話です。それ以外のところで判断できるイベントの場合は、もはや自分の台の設定カンパの精度より周りの台全部で考えることの方が大事なんで、あくまで根拠はあるけど他の台で判断できない癖、例えば前日のへこみ台を3分の1ぐらいで設定6にしてるとかの時に設定カンパの精度を上げたいっていう人に向けての話になります。そもそもまず自分の台1台でカンパするっていうのは、設定6だけ特別な動きする台とかでない限り難しいです。それこそだいぶ通ってる常連がこれ設定6やわとか言ってても全然間違ってて設定4やったみたいなのはめちゃくちゃあります。今の時代は本人が設定6って言い切ったら答え知ってるのは店だけなんで間違っててもバレないんですけど、昔は設定発表をしてて答え合わせができたんで、めちゃくちゃ設定カンパできていない常連が多かったですね。みんなはスロットずっと通ってる人とか、スロプロは 2,3000 ゲーム回してればピンポイントで設定見抜くと思ってるんじゃないでしょうか。15年以上ソウルに通っていろんな常連と仲良くやってきた僕が言えることは、マジで結構みんな間違ったりしてますね。だから僕の動画でも結構設定狙いって微妙とか、イベントの答えじゃない場合は設定1で考えてくださいってよく言ってるのがここに繋がるんですけど、例えば設定判別ツール56の可能性 80% とか超えてたら、みんな多分6や6とか言うと思うんですよ。実際僕のジャグラーの動画見て実践してる人ならわかると思いますけど、なかなか 80% なんか超えない時が多いです。イベントの答えで他の台を見て全体的に6だったらもちろん十分な数字なんですけど、それ以外の台やった時に 80% ってめっちゃ強い感じに聞こえますけど、 80% っていうのは5回に1回は間違えてて4以下ってことになりますからね。さらにこれは例えば6台しか台がなくて、その6台を設定1から6をランダムに入れましたっていうならもちろんその数値でいいんですけど、実際のホールはそんなことなくて圧倒的に6の比率が少ない中での数値ってことなんで、確率はさらに悪くなるんですよ。なので確かに分かるとき、完全に上振れしてるときはすぐに分かるんですけど、微妙なときって絶対あるんですよね。もうこれはもう誰でもです。今の時代間違えたとしてもバレないので、常連は意外と分かってる風な感じで見え張ってることが多いと思います。意外とプライド高い人多くて、昼過ぎぐらいにこれ6やわとか言ってもうて、夜ぐらいにあれこれちょっと弱くなってきてないかとか内心思ってても6って言ってもうたしみたいな感じで閉店まで回す人もおるぐらいです。それぐらい毎日やってる人でもわからない時はわからないんですよ。じゃあなんで設定カンパの勉強をするのかっていうと、あくまで根拠のある台、いつもそこに設定6を入れてるって思ってる時に、普通に確率通り出てくれたり上振れした時にすぐに設定6って分かる時もあるので、それをしっかり逃さないようにするっていうために判別するんですよ。なので判別しても別に分からない時は絶対あるんで、その時は普通に早めに切り上げていいと思います。その捨てた台がやめた瞬間めっちゃ出て、うわあいつ判別ミスって6捨てるやんとか常連に思われるもなんか嫌な気持ちはわかりますけど、自分の捨てた台が絶対設定6の可能性がないってとこまで毎回追っかけてたら、もうそれは完全に追いかけすぎなんですよね。自分の台1台で判断するときは6かもしらんけどわからんってぐらいのときは全然捨てて OK です。これは僕の過去の動画でも言ってるんですけど、設定6を1回転でも回すんじゃなくて、設定1を1回転でも回したくないって思いながら判別しましょう。まずこれは絶対に大前提です。ほんとどんだけ言っても多分自分が捨てた台が設定6やったっていうのは絶対避けたいって思ってる人めっちゃ多いんですよね。僕の動画はあくまで勝ちにこだわった立ち回りの話なんで、勝ちにこだわるっていう話だけで言えば設定6捨てても全然気にしないことが大事で、性格的にそれが許せないっていう人は勝ちにこだわるなら設定狙いは控えた方がいいと思います。で、長くなりましたけど、その判別の精度を上げる方法なんですけど、まずそもそも判別ツールがある台は精度も何もそれをしっかり数えて入れるだけです。そこにこれが出たら偶数とか、これは4、5、6がなりやすいみたいな演出系だったり、リセットかかったら偶数はこうなりやすいとか広角に行きやすいみたいな数値をプラスして考えるだけです。
もう今の時代、判別ツールが一番ですからね。台のツールによっては、これが出たら偶数とかの演出系まで入れれて考慮してくれるツールもあるぐらいです。なので、ツールが使える台は、その数えるべき子役を数えて、しっかり単独や同時当選を見抜ける打ち方で打って、数値を入れるだけです。フラグ判別の打ち方は、絶対サイトに載ってるので、その通りやれば OK です。まず、判別ツールがある台なのに、どう入れていいかわからないとか、子役の同時当選って何って思う人は、そもそも自分の台だけの設定狙いとかやめて、ハイエナ天井とかをしながら、ハイエナの台で数値をツールに入れるとかを練習しましょう。で、ツールがある場合、これは癖の強さと台の根拠によって変わると思うんですけど、ある一定のラインまで打つっていうのをしっかり決めた方がいいです。やめ時のことですね。設定判別の上手い人と下手の人の大きな違いはやめ時です。例えば500ゲーム以上回した時点で設定56の可能性が 40% いってなかったらやめるとか 30% いってなかったらやめるとか、もちろんさっき言ったように打ち出す根拠の強さがそもそもあるんで、やめ時はその根拠の強さによって変わるんですけど、ポイントは打ち出す前にこの根拠の強さなら56の可能性 20% まで攻めようとか、明確なやめ時っていうのを先決めましょう。イベントとかで他の台見ながら消去法でやるのと違って、自分の台だけで判断する場合、打ち出して途中でやめ時決めるってなったら、今やめたらまだちょっと勝ってるから今のうちにやめようとか、負けててこれが設定6でやめた後すぐ出たら嫌とかの感情が入っちゃうんで、打ち出す前にある程度ラインを決めましょう。これはもう根拠の経験とかなんで、初めにやり出す人はどれぐらいがいいのっていう明確な数値は言えないんですけど、間違いない話で言えば、初めはわからない場合は結構高めに設定しておいて間違いないです。1000ゲーム判断なら56の可能性 50% ぐらいで立てればまあいいかなと思います。ただこの数値やともちろん捨てる可能性が高くなるんですけど、 50% でやめた台がやめた後どうなってるのかをしっかり見て経験値を積むっていう感じですね。とにかく判別ツールがある台は明確なやめ時をしっかり決めるってとこが大事です。で、難しいのがツールのない台、あとはツールはあっても設定録は広角に行きやすいとか、モード B に行きやすいとか、ツールに入れれない部分で判断する台が難しい台になるんですけど、もうここは感覚の問題になってしまうんですよね。ボーナス確率が設定6で、子役確率が設定2でどっちを信用しようとか、もっと難しい話で言えば、モード B に行ったら設定56の可能性が 70% で、それ以外が 30% のモード B に2回連続行ってるけど、ボーナスや子役確率が絶望的に悪いからどうしようとか、もうそこはもう経験と感覚で行くしかなくて、そこを上手くなりたいってことやと思いますから、これはもう荒療法でもう強制的に経験を積むしかないんですよ。まあ、どういうことかというと、子役とボーナスどっちを信用するかみたいな、せめて確率で分かる範囲の話の精度をひたすら上げるってことになります。さっきの話で言えば、ボーナスと子役が絶望的っていうのは、どれぐらい絶望的かっていうのを完全にマスターできれば、そこに 70% 2回を足すだけって感じなんで、まずしっかり数字が出るとこをマスターするんですけど、勉強の仕方は簡単で、判別ツールありますよね。これでひたすらいろんなパターンを入れまくるんですよ。無理やり経験値を積むっていう感じです。まあ、例えばアイムジャグラーでいいんで、初歩は5000ゲームビッグ18レギュラー186の可能性何パーセントでしょうとか、4000ゲームで56の可能性が一発で 60% になるように振り分けれるようになるとか、まあ応用すればアイム先の5000ゲームでビッグ18レギュラー18ブドウの確率をいくらにしたら設定6の可能性が 50% 超えるのかとか、まあこんな感じで設定判別ツールで遊びまくって、もう感覚を研ぎ澄ますしかないんですよね。天井とか売ってる時、暇でやることない場合、自分で適当にクイズを考えて、これぐらいでこの数値になるんやっていう経験をいっぱい詰めば、実際に子役とボーナスがブレた時、もしくはボーナス中の子役はいいけど通常が悪い時とか、どっちを信用するっていうより総合で考えて、これは設定6何パーぐらいかみたいなのを考えれるように頑張りましょう。はじめアイムジャグラーで全然いいので、まずそこで遊びましょう。スロットの実践動画見てて、ジャグラーのボーナス回数とか映って、あーこれは6は 30% ぐらいやなとか思えるようになったら完璧ですね。で、慣れてきたら、花々の判別ツールでランプの影響がどれだけ出るかとか、花火のボーナス中の子役で
どんだけ影響が出るかとかをやっていったらいいと思います。この辺は楽に上達することなんかできないので、ひたすらやるしかないですね。その上で、この台はこの演出が出たら偶数とか、広角がどうとか、モードがどうとかを覚えて、そこをちょっとプラスアルファで考えるっていう感じです。以上が設定カンパのコツとなってます。とはいえ、そこまで勉強しても、結局店に設定がないと意味のないものになってしまって、設定狙いっていうのは本当二重三重の敷居がある感じなんで、天井狙い、イベント周り、通常設定狙いっていうのが優先順位ですね。なので、頑張って覚えてやってみたくなる気持ちもあると思うんですけど、せめてイベントの日に実績するか、相当強い癖を発見した時にやる程度にしましょう。この動画が参考になったな、いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。